東口わらび駅は埼玉県わらび市中央一丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JK41。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線であるが、当駅には電車線を走る京浜東北線電車のみが停車し、旅客案内では東北線とは案内されていない。当駅は JR の駅を50音順に並べたとき最後になる駅である。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託する業務委託駅。島式ホーム1面2線の地上駅である。京上駅舎を有する。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機設置駅。2001年頃にエスカレーターが完成し、現在の駅舎となった。また、 トイレは2005年に改装し、洋式便器はすべて温水洗浄便座付きのトイレになった。2009年にはエレベーターが完成した。付近には以前、日本車両製造わらび製作所と、住友セメントの専用線があり、また、小口貨物、手荷物、小荷物を取り扱っていたために、貨物線があった。現在でも、西口駅舎付近に貨物ホームの跡地が残っている。 駅舎南側部分の跡地の一部は再開発され、シティタワーわらびが建設された。発車メロディは2017年12月26日より1番線がジュピター B ーを2番線がムーンストーンをそれぞれ使用している。2019年度の1日平均乗車人員は6万1829人である。埼玉県内の JR の駅では、大宮駅、浦和駅、 川口駅、南越谷駅、北朝香駅に次いで第6位である。JR 東日本及び埼玉県統計年間によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。西口駅前広場シティタワー、わらび全国の市の中で最も面積が狭く人口密度が最も高いわらび市にあるが川口市の一部地域の最寄り駅でもあり、 同市との関わりも深い。東口から50メートルほど離れたマクドナルド周辺の交差点から、北は川口市で西口からすぐの位置では芝園団地を含む川口市芝園町となっている。国際工業バスと同社が運行を受託しているわらび市コミュニティバス、プラットわらび川口市コミュニティバス、みんな仲間バスが わらび市、戸田市、川口市、埼玉市への路線を運行している。西口の路線管轄は戸田営業所、東口路線の管轄は鳩ヶ谷営業所となっている。東口を起終点とする路線はかつてはわらび零散を除いて駅前付近で降車し、その後駅前を左折して商店街を通りかく乗り場へと向かっていたが、 共愛路で危険なために現在は1.26番乗り場発の路線はマクドナルド反対側付近で降車し、目前のスクランブル交差点を右折して各乗り場へ向かい、5番乗り場発着の路線は、わらび03と同経路で走行し、わらび03の乗り場である3番乗り場前を通過して、目前のスクランブル交差点を左折して5番乗り場へ向かう体制に変更された。北で、 南浦和止まりの列車の場合、南浦和駅では2番線に到着する場合と3番線に到着する場合がある。このうち2番線に到着する場合には、浦和、大宮方面へ向かう乗客に対して、蕨駅で乗り換えを進めるアナウンスが行われる。これは、南浦和駅で南行ホームに到着する列車の場合、北港の列車に乗り継ぐためには、階段の上り降りを伴うため、 すべての北港列車が同一ホームに到着するわらび駅で乗り換えた方が乗り換えの便が良いためである。当駅が所在するわらび市は日本の全市町村を50音順に並べた際に最後に当たるが日本の全駅を50音順に並べた際は割出駅、わらび台駅に次いで3番目となっていた。その後、蕨台駅が二千十七年三月四日に廃止されたため、当駅が JR の全駅を50音順に並べた際に最後に当たる駅となった。かつて当駅と浦和駅の間に小谷上信号場が存在した。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。